ドースが YouTube チャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。今日は、はい、実は意外と知らないブーツの履き方を説明します。で、あとは残るは紐です、りょうくん。はい、はい、これちょっとレディースなんで履けないんですよね、はい、このバンズのね、まずちょっとね、今サンプルで出したやつはレディースなんですよ。で、これりょうはこれのメンズ版ね、はい、履くんやけど、ちょっとさすがにこの足のサイズ入らへんので一回入れてみます。一回入れてみましょうか。うん、まあ、これも、うん、一緒っす。容量は一緒です。ちゃんと足首を、はい、足の甲、足首のところを緩めてください、はい、緩めてください、はい、はい、で、足を入れます、うん、入りました入りました入りました。整形ぐらいパッツンパッツンD ラックスの熱整形ぐらい熱整形ぐらいパッツン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 ですね、はい、で、これも一緒です。ちゃんと奥まで押し込んで、はい、横を止める、はい、締める、はい、で、こうそう、こっからなんよ。このアウターの紐を頑張って締めたいねんけど、はい、女の子とかは力がないわけさ、はい、で、初心者の子も締まってんのか締まってないのかよくわからんやん。で、ブーツ自体が馴染んできたらもっとね、こう締まるっていう感覚もわかるんですけど、はいはいはい、やっぱり新品の時はもうちょっとわかりにくいじゃないですか、はい、なんで一個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 も締めてる。寒いけど寒いけど、だからあったかいセンターハウスの中でね、はい、一個一個締めてくださいね。一個一個締めてください、はい、で、僕がやってんのは、はい、ここで一回結びます。結ぶ、はい、一旦そこで結んだ、一旦こうやりながら、うん、結んじゃう、結んじゃう、はい、で、かけます、はい、で、またここで思いっきりこう引っ張ります、うん、かけます、はい、思いっきり引っ張ります、はい、かけます、はい、思いっきり引っ張ります、はい、で、またここを叩きます、はい、引っ張ります、はい、で、僕結構、はい、緩いブーツが好きなんで、はい、あのここはちゃんと締めるんですけど、はい、最後までここまでやらないです。はい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 、2個締めたらもうここで、これがだから紐のいいところ、いいところなん、いいところっす。その自分のその日の調子だったりとか自分のスタイルに合わせてここの1個ループを締めないとか、ここまで下手したら締めないとか、もうここまでやねんみたいな人見てるし、たまにいてます。逆にがっちり上まで締めんねんっていう人もいてるし、この真ん中でクロスしてとかっていろいろ、これね、紐の縛り方検索してもらったら結構いっぱい出てくるんですよ。実はこういろんなループのかけ方で、だから紐のブーツのレースっていうのはかなり長い設定が多いんですね。だから紐を余らしてズルズルになっちゃってるやんってなってる子おるねんけど、じゃなくてこっちやとか、こうやってぐるっと回して締めるとかで、いろいろあるんすよね。だから紐は一番自分の好きに締めれる、はい、ただめんどくさいです。時間かかるしな、はい、パワーがいるから、はい、俺はボアか引っ張るタイプ、はい、で、女の子に一番おすすめなのはやっぱりボア。力いらんすね。力いらん、なんせ指の力で回したら閉まんねんから。あと一個問題っす。はい、これ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 、わかる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 、脱いだ後長すぎ、わかる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 、こうなって、はい、お疲れしたってなって、ゲレンデ上がる時にお疲れしたってなって、こう、それ長すぎ問題っす、うん、はもう、うん、ここでもう脱いだ後このまま一周させます。そう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 、で、ここで結びます、はい、こうやってますね、はい、OK っす、はい、で、ウェアを上げてるからこの状態で履く、はい、ゲレンデの駐車場まで歩いていく。これズルズルやったらここの紐めちゃくちゃ汚れるからな。汚れます、駐車場でめっちゃ汚れるから。俺が紐のブーツ履いてた時に締めてた方法は、これまああくまで俺がやってた方法なんですけど、で、一個ずつここでこうやってクロスする。だから引っ張る力をまあ倍にする説、これはこういう感じで止めてます。で、結局な、俺もフラックスの紐入ってたけどバカ長いのよ。で、こうやって締めんねんけど、これはもうほんまに紐をめっちゃ長く設定してるから、メーカーさんも言ってた、あまりにも長い場合は切って巻いてしてくださいって言ってた。うん、そうすることによってここが太い人いてるから、ほなもうどうなっても足りひんってなったらやばいやん。
だから一番長い設定にはしてるから割とこうやって余るようにはなんねんけど、そうで、この余ったやつがまあウェアガバって被るからあれなんやけど、まあちょっとここにかましとくとか割と脱げへんようにはしてましたね。まあ履くときにほんまにこのタンがこうならないようにしっかり中に、そう中に入るように、うん、そこは気をつけてください。痛い問題になってくるんで、重なり合いがちょっとこう角と角が当たってて、それが全部が重なり合って最終押されたら足のこの辺とかが激痛走ったりするから、はい、やっぱりちゃんとお店で相談して足の形とか見てもらって、あの熱整形する云々の前に自分の履きやすい締め方ができるブーツで、まあどうしてもね、それこそ紐がいいとかもうかっこいいデザインが欲しいとかって話は別として、ブーツの履き方、脱ぎ方のコツ、はい、今回皆さんにお教えしたいところは、もうポイントは1個、足首をしっかり締めることと足首をしっかり緩めること、はい、はい、そうすることによってブーツの脱ぎ履きっていうのはもうかなり楽勝になります。うちで買ってくれてる方、そのブーツの履き方ちょっと全部説明はしてるんですけど、やっぱり分からへんとかで、この動画見てブーツ買おうと思ってたけどどれがいいか分からんから、じゃあお店に見に行ってみて、じゃあ選んでもらおうとかっていう方いてると思うんで、まあこれからシーズン入るんでね、スノーボード始める前の準備としてこれはしっかりチェックしておいてもらった方がいいと思います。思います。あと分からんことございます？で、何が分からんのかが多分分からないんで、コメント欄に書いてください。じゃあ、はい、はい、コメント欄に、まあ、こういうとこ分からんねんっていうのを書いてくれたら、はい、中島のストーリー、インスタのストーリーで解決するようにストーリーでアップします。はい、なのでここ2人のインスタグラムもフォローしておいてください。お願いします。はい、お前フォロワー何おんの？5600ちょい。さすがに無理がある。さすがに店のと俺の足しても足りひん。4800ぐらいやった。それで1枚来ましたから。ほんまや、そこはもうやろう。リード様様です。いや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 、山本さんありきなんで。何のあれですか。何の、いやいや、ということでね、まあね、ほんまに実はね、はい、この動画撮ってるちょっと前にね、はい、はい、なんとチャンネル登録者数1万人突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。結構ね、昔から見てくれてる方も最近見始めてくれた方もいらっしゃると思うんですけども、はい、ね、昔の動画なんか見たらめっちゃ暗いからね、ほんまね、これがね。ほんまちょっとあれっす、うん、リード大阪 YouTube チャンネルご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。店長の中島です。寮です。いやー、まあまあそれはそれでおもろいねんけど、いまだにケツパッドの動画がおもろいとか言ってもらえたりとか、はい、やっぱレッドブルがおもろい言ってもらえたりするんやけど、まあ本来ね、そういうチャレンジ系もやっていきますし、こういうちょっとまあ初中級者の方のために分からんかったことを、まあ、ためになる動画もやっていきたいと思うので、はい、これからもチャンネル登録してもらって、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わるので、じゃあ亮君締めてください。あー、来たー。ちょっと待ってください。もうこれもやめましょう。これもやめましょう。やめ、これやめる。もうこのお互い、はい、あの削り合い、削り合い、はい、やめようか。寮の方のね、動画でも、はい、まあ、これからどんどん雪山のね、動画とかアップされるんですけど、なんか企画あるんですか？もちろん考えてます。何考えてる？まず、うん、トリック50。50戦。やば。50戦はトリックって50戦あんの？50戦あります。いや、ベーシックなトリック50戦ですよ。あ、グラトリ、これとかでもできるやつ。ロデオとかも入れるんで。あ、ロデオとかも入れる。ロデオとかも入れますし、うん、レールのあのプレッツェルとかも入れるんで。あ、そんなんできひんわ、はい、もっと優しいやつからしてよ。優しいオーリーから入りますよ。あ、オーリーから入る。オーリーから入って、うん、まあだいたいこれを全部覚えたら、もうもうあなたもう、うん、はい、大丈夫ですっていうぐらいのトリック集、うんうん、一つのオーリーでも、うん、グラトリであったり、うん、キッカーであったり、うん、ああ、そういうことね、はい、
ということで、じゃあ皆さんこれからも動画をアップしていきますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。